ありがとうございました。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 はい、はい、みんなお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。はい、さんもありがとう。ありがとうございました。ありがとう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。どうも、今度どうします。今日は9月の何日でしたっけ、27ということで、モデル撮影があるんですけども、その前にイエーイ、おはようございます。しれっともう最近は。ゆめぽてです。こんなご存知のあるちょっと、これからね、はい、抽選あります。男性が欲しいんですって。そうなんです。ということで、撮影前なんですけど、急遽、もう抽選行くことにしました。ありがとうございます。ただ現状ですね、はい、まだ一人も並びがなく。スニーカーさん一応売り切れてるでしょ、そう。もう26、7分で、はい、まあ、ここまあ1分ぐらいで行けるじゃんね、はい、まだ誰もいないからちょっとね、サイズむずいと思うのよ。だからもし誰もいないんだったら11時の一般で一番最初入って試着しながら買うのが俺は一番理想的だな。そう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 。いや、なんか普通に考えたら嬉しいことなんですけど。いや、そうだよ。絶対買えるみたいな。けどハラハラはないね。ちょうど今トラックが来て見えない。やばい。でトラックが行った瞬間にあれだね。どうします、長蛇の列。ゼニー、ゼニーぐらいやったら。急にね。どっから湧いたんだよ。バンって。あ、トラック行ったと。それぐらいでなんたらちょっと。おお。はい。一旦俺と夢ぶたちゃんだけで、はい、店の人に言ってくるか。多分いないから。あ、それもね、出てきた瞬間に。いや、まだゆっくりしたいからさ。あ、そうね。今来たばっかだもんね。そう。確かに。まだスムージーがね。ちょっと一旦俺ら二人で行ってみよう。ちょっと行ってみましょうか。もう今あと20秒後ぐらいに30分になりますが、はい、現状こちら誰もいません。すごい治安がいい。誰もいないね。誰もいないってことはこれ確実に1番入れるってことで、佐々木さんが出てきたタイミングでちょっと聞いてみよう。わかりました。ここ入ったことないです。え、ここない？ここないです。あ、嘘。そうか、この間も外れたから。そうです、そうです。あ、来た来た来た。おはようございます。今日って普通に11時から一般販売しますよね。そうですね。あ、そしたら試着したいってそのタイミングがまた来ます。あ、わかりました、はい、すいません、ありがとうございます。さあ、ということで、はい、確実に買えるね、これね。絶対確定出店、ゼロです。並びゼロ。でもこれマジで欲しかった。結構 前から言ってたもんね。はい。だから本当この間のね、デニムマックス1とダンク水色のやつが出るときに、はい、実はこれも欲しいから、そうです、そうです。ちょっとその後も考えとくみたいなね。そう、だからちょっと、こう、この前は2人をサポートみたいな感じで、そうだね。頑張ろうと。そう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 。本命はこっちで、正直。あ、これが一番欲しかった、最近の。一番これ欲しかった。かわいい。11時まで、はい、来た。はい。珍しいね、こんなことある。ね、原付ある？ないです。あ、ないだ。車もじゃあ持ってないの？車も持ってないです。あ、車も取りたいけど、お母さんから取るなって。あ、まあ、事故るって。いやいや、大丈夫でしょ。でもなんでかわかんないけど、女の子って運転下手な人多くない？あ、そう。お母さんもめっちゃ下手で、何回も乗り上げるみたいな。なんか遠赤にゴーカートみたいなのあるんですよ。はいはいはい。旅行の時とか、それ何回も乗り上げてるから。危ないね。あんたもわかんない。危ないね。その感覚が引きつかれてる。 S 字クランクじゃ危ないんじゃない？ S 字クランク。地元をじゃ移動するときはもうじゃ自転車？自転車です。私めっちゃ自転車乗りますよ。嘘。自転車なの？何乗ってる？ママチャリ？普通の何ですか？ママチャリじゃなくて。ママチャリじゃなくて。T チャリ？ T ハンド。いや、この T ハンド。T ハンド。俺らたまたまあれなんだっけね、四条河原町みたいなところ、はい、YouTube ライブやってた、はいはいはい、ゲリラでオフ会やったんだよ。はい。10人ぐらい聞いてくれてね。そうそうそう。あ、見ました、ストーリー。面白かったね。その YouTube ライブも私お仕事で見えてなかったんですけど、お母さんが見てました。え？お母さんもスニアカさんのファンなんで、もう、あ、ママ見てくれて、お母さん、ありがとうございます。もう嬉しい。お母さん面白いですよね、はい、来ていただいたよね。あ、ゆめちゃんママ、今丸の母です。やば、俺たちが靴買うよな。買う買う買う。ママ分俺らが金払って買う。あぐ、あぐ、このエアフォースも京都で買ったんだ。あ、そうそうそう。今度これのピンク出んだよ。え、ピンク出るんですか？ピンク出んのよ。
カラーオブザマンスっつって毎月1足ずつ出るみたいな、はいはいはい、なんかたまにそういう CD の出し方するアーティスト連続で出してくるからおしゃれなのラルクとね、そうそうラルク、いやもうでも馴染みないよもう今なんか昔はあれがセンセーションあるセンセーションあるすげーって毎週出んだみたいな、すごいそれ、まあそれみたいなノリで月1足出ますよみたいな、はい、でそれの次がピンク、かわいい、かわいいのよ、どっちが欲しいの今日、私ローズの方です、赤、赤いやつ、なんかオレンジかわいいけどちょっと夏っぽいから赤の方がなんか毎日いけそう、これから時期ね、はい、はいはいはい、ローデちゃん何色が好きなの、私ですか、ピンク、赤、薄い水色、あ薄い水色、こういうこと、そうです、こういうちょっと淡めのここら辺って言ったらうち一部分ここら辺うちスニアカ男子、はい、11時になりましたということで行っていきましょう、かわいい、いいじゃん、いいじゃん、ストールのね、ここね半分くにある泡ピンでめっちゃかわいい、こっち欲しいの、こっちなんですけどオレンジかわいいかも、ちょっと確かにそっちもいいね、ピンクみたいな、うん、ガバみたいな、ガバみたいな、あああてか本あるじゃん、俺本買おうかな、あ、俺本買おう、これ本名さんどれくらいかな、どれくらいかもしれない、社長がね出した本、お確かいいねこれ、でもいい、さあどうでしょう、お、ん、案外いけてます、え、ちょっとチェックお願いします、おここら辺とかさ、そう苦しく、そう全然苦しくない、逆にでもペロッと開いてみて、ペロッと、なんペロッと開いてみだいぶ気持ち悪い、歩いてやっぱ歩いてこそもうスニーカーだから、ペロッとって言い表現、ペロッと歩いてみて、どういうこと、でも先の感じは全然、はい、ここの感じも、まあでもなんか包まれてる感じが今までのとなんかあんま違う、フィット感が強いとか、ね、なんかこのなんか紐先らへんすんごいお荷物ですね、あれですか、いいんじゃないですか、いや、いいんじゃないですか、いいです、いや、これにしますか、できてよかった、うん、試着しといてよかったね、よかったです、危ない、危ない、 OK、これにします、いけますか、はい出た、その相づち気持ち悪いやつだ、気持ち悪いだいぶ嫌がられてたから、これ確かに聞いたね、そりゃこどうぞ、じゃあね、はい、せっかく仙台から来てきたんで、はい、このディスプレイをね見て、うん、今トロちゃんが履きたいベスト3と、はい、ということでやっていただきましょうかね、はい、わかりました、3位はこれです、これ D と G ゼルの、あ、ディーゼルの、あ、ディーゼルなんかスニーカー、マイケル・ジャクソン履いてそうな、んか MJ が、そう、MJ がマイコー、マイコーが履いてそうな確かに俺たちじゃあ選ばない感じのあれだな、初めて見たのもあって、初めて見た、なんか最近この形のバッグとかもあるんですよ、あ、そうなの、ちょっとなんかディーゼルの、はい、ソールがまた特殊、これ、おお、特殊なんか万華鏡みたいな感じだった、どういう形してる、キラキラしてる、靴にはあんま合わなそうだけど、万華鏡滑りにくいじゃん、むしろでかいね、やっぱお店がでかい、お店がでかい、そして涼しいよな、この店、これです、あら、今度このエアホースさんのモコモコの、はいはいはい、エアフォースワンのやつで、これ下もめっちゃ可愛い、エアフォースワン、まあ、上野って言ったら上野動物園でパンダみたいな、そうそうそう、おーパンダ、そういうやつなの、本気のパンダか、本気のパンダ、本気のパンダなの、マジでパンダイメージ、マジでパンダの毛が終わったことですか、いやでもなんかその獣感を演出してるみたいな、あ、獣、あー本気パンダに寄せて、愛護だったら怒ってくるかもな第1位はこれでーす、このカラーがなんかオレンジとカーキと藤町、やっぱ京都の血が、ね、はい、流れちゃってるので、1位2位ともにフォーサンミットですね、そうです、やっぱこの形が好きです、すごい、そっか、これもフォーサンのミットだもんね、そうです、そうです、確かになんかザ・スニーカーみたいな感じが、やっぱまだスニーカー初心者からしたら渋いですね、あ、でもいいんじゃない、いいチョイスだね、ほんまですか、俺たちが選ばなそうなところだから、すごい、すごいなんか新鮮だった、全部服に合わせやすそう、なるほど、感じの選びました、これなんか、ありがとう、ありがとうございます、エアフォースミットはそれいいですね、最近 ね、いろいろ復刻してますから、じゃあのせっかくなんでマネージャーさんのベスト3も、ジュネさんベスト3、はい、え、これですか、これです、おー、タムさん
渋いチョイスしてるな。確かに配色がめっちゃ好きですね。あ、なるほど。黄色と、あ、そういう感じなんか。放送安全な感じ。いや、そう言われたらなんか嫌だろう。ね、なんか心外ですね。間違いない。ちょっと打ってこれ。可愛い。これを服に合わせやすい。確かに確かに割とどの服でもコースさん服が黒で合わせやすい。確かに確かに、ね、アウトソールが白でここは白ってね、またいいですね。ハサミパンダです。はあ、そう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 。そう全体的に白くなってるね。そうそうそう、これめっちゃ黒い。そうなんだ。ほんまにそうですか。これですね。おお、これか。ジョーダン1の3つ。これでも夢ポテちゃんにも合いそうだけどな。ですね、女の子に似合いそう。確かに女性に似合いそう。最大がめっちゃ可愛い。なるほどなるほど。探して買いたいぐらい可愛い。そう、あ、シルエットもピンクついてる。ピンク。あ、可愛い。そうなんだ。ピンク。めっちゃ可愛い。確かに女性受けよさそうだな、これ。この女の子のピンクっていうのは。あ、ジャンプマンのね。本当よ。可愛い。あと、これいいっすね、確かに。似合いそうです。似合いそう似合いそう。ということで、マネージャー様第3戦。面白いっすね。全然違うと違う。全然違うな。この昔持ってたよって。俺持ってる。確かに。俺何着か持ってる。この T シャツもいいじゃん。これアルゴンの時です。アルゴンのこのやつか。俺リバーシブルなの確かね。え、これ合いそうだけどな。好きです、オレンジ。わ、いいじゃん。かわいい。あ、いいんじゃない？いいですね。あ、似合う似合う。かわいい。セニアカ男子。じゃん。暑いね。最高ですね。めっちゃ。何今の言ってる。聞いたか。急に。ユッケじゃんねって誰かが言ったかみたいなね。はい、いいね。かわいい。おいおい。めっちゃ。いいんじゃないですか。空と合ってる。あ、半暑いね。おいそう。半暑いわ。半。あ、本当だ。しっかりしてる。結構似た。だから狭く感じるね。そうか、だから全然25度でできる。でやっぱ本気が薄いな。あ、本当だ。薄い。結構ここタイトですめっちゃ。そうよ。私でもちょうど。私なんか足細い有名なんですよ。へえ。どうどう？顔。なんかこの家族で。家族の中で、あのこう足の幅が細い。へえ。目なんです。細いよねみたいな。そう。ちょっと今見せれる？気持ち悪いな。気持ち悪いな。なんで今見たいんだよ。おい。やばい。お気に入りすぎる。これはまた結構でもいろんな色増えてきたね。確かにね、かなり増えてきました。ね。こんなスタイルにやっぱ合わすね、スニーカーあってもね。靴だけ自前でお願いしますとかある？え、もう全然私服も全部あるので。ある。うひょう。スニーカーと合わせ。まあそう、うひょうは何？どういうあれか。俺デザインした T シャツです。差してもらうみたいな。やってます、来ます。周辺とかじゃ出さない。いやいやいや。いいよ。それ意識しないところから。頑張りましょう。ありがとうございます。ということで、はい。また今もねちゃんが遊びに来てくれ。はい、ありがとうございます。いつもこれどうやって終わるの？じゃあ原口の。俺大体どう大体わかんないよ。即決で。即決？うん。これさ、はいはいはい、いろんな冗談ちりばめられてますね。さあ、はい、そう、2位、ノクタン。1がね、1がでも、これかな、これ、あー、ハイカットみたいな。めっちゃ怖い。その1位の斜めはね、原口が後杉もらった。あ、これ、お前、それ1位にしてやれよ、お前。それ1位にしてやれよ、もらってんだから。まあまあ、これが高いからいいですよね。まあ1位これですかね。はい、じゃあ今度行ってみるじゃん。はい、俺ね、今度使うか分かんないけど。さあ今度使うか分かんないけど。俺は長尺使うの。俺はこれ。ベスト3。あ、ぽいぽいぽい。と、これ。おお。と、これかな。おー、勝ってるじゃん。勝ったのは抜き、勝って抜き。これもいいかもしれない。いや、そう、それもいいんだよ。俺ちょっと迷ったのよ。何柄ですかこれ。ジョーダン5なんだなこれね。すごい。いいじゃんこれ。いますよこっそり。うっすら。そう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 。すごい。これジャンプマンズ。ジャンプマンズ。ジャンプしてる男みたいなね。ジャンプマンズ。ジャンプ。ジャンプ。ジョーダンの飛んでる姿ね。うーん、ジョーダン。これも新作ですね。可愛いめっちゃ。まあ、という感じで、洗濯店ね、お邪魔しましたけど、はい、無事変えたということで、はい、良かったですね。本業行きますか。そうですね。今日はこれからが本番。はい。